はい、皆様こんばんは。今日は5月16日、木曜日、皆さんドキドキワクワクの、一部、ボギーチャンネル、私主催の、ボギーテドコンでございます。今日は木曜日ですから、皆さんもご期待通り一部と二部に分かれておりまして、二部のあのワンヌウムイ、これはあの FM21 からの地上波生放送になりまして、皆さんのコメントをねできるだけ読むようにしておりますが、画面にはなぜか HK 画面しか映らないという、伝統がございまして、別名 HK チャンネルとか言われてますけど、さて今日はどんなコスチュームで現れるのか、私も非常に期待をいたして、おります。今日はどうですか、皆さん、音の方はちゃんと入ってますかね。今日はわざと、ウェブカメラの方でちょっと音拾ってみてるんですけど、音がちゃんと入ってれば、OK ということで、これからまたどんどん喋っていきたいなというふうに思っております。さて今日もたくさんの皆さんが遊びに来ていただいて誠にありがとうございます。ふみふみさんからお茶、マサコングさんこんばんは、んこ、昨日のチャンネル桜の特番拝見しましたということで、はい、マサコングさん、後でまたね、感想とか聞かせていただくと嬉しいなと思います。それからお茶の連発、カータンさん、太田さん、ふみふみさん、榎本さん、はい、ふみふみさんから2発連発でお茶が届いております。白神さんからはニラ束でございます、こんばんは。それから元祖石鹸男、宮城さん、東北に行っても石鹸の香り、はい、プンプンさせて、いかにも、はい、清潔な男という感じのナイスガイ、はい、リア充はそろそろ卒業ですかね。それからリルリルイケトさんからもニラ束、カータンさんからは特のニラ茶また届いております、いただきます。はい、榎本さんにはまたね、後日ちょっと相談したいことがありまして、私の弟のハードディスクが、パソコンにつないであったんですけどね、この Windows 10につないでいたら、このハードディスク、この Windows 10がアップデートしたときに、電源入れっぱなしのときにアップデートしてしまって、なんとこのハードディスク、大切な子供たちの写真とかをね、いろいろ入れてあったハードディスクが、このアップデートした後に突然、FAT10 ですか ?FAT10 ですかね ?FAT30 かなっていう表示になって、データの量はそのままに中身が全く見れなくなっているという不可思議な状況に陥っておりまして、私のパソコンにつないでも中身は見えませんし、また榎本さん、いい知恵があったら教えてください。はい、宮城さんからもニラ束連発ですね。なんでやらせんもお見えですね。ラプテンさん、朝日新聞撲滅隊さん、ニラ束、ニラ茶ありがとうございます。そうですね、ダジャレンジャーさん、ワット32ですね。はい、意味が分かりません。いや、ファット32って書かれてて何にも見れないんですよ。ところがプロパティ開けるとデータはちゃんと入っているんですよね。我が弟、半泣きになりまして、自分の子供が0歳の時からの写真が入ってるのにパソコンが悪いと言って激おこプンプン、そして涙目で私のところにハードディスク、預けたんですけど、皆さんいい知恵を、はい、教えてください。あ、ファイルアコーケーションケーブル、ちょっと意味が分かりませんけど、後でちょっと検索して調べてみましょうかね。はい、もうファット3になっちゃって全く見れないという、これはね、一人で並ぶより、悩むよりに問いかけした方がいいかなというふうに思ったりもします。いや本当に、でも0歳からの娘の写真がなくなるっていうのはかなりきついですよね。はい、そうですね、野本さん、これまたいろいろ教えてほしいと思いますけど、中身がちゃんと見れれば別にどうでもいいんですけどね。ただデータとしては、確か、40ギガぐらいそのまんま残っております、データの量としては。ところが開くと見れないという不思議なもんですね。電脳の世界っていうのは本当に私には全く意味が分かりません。あっち系の人たちの心の中っていうのは大体読めるんですけど、電脳の世界っていうのはやっぱり
はい、私にとっては不可思議なものでございまして、海に行ってフグを釣るより難しいという感じでございます。さて、早速今日もいろんな話をしていきたいと思いますけど、はい、まあ今日ね、ちょっとある話、まあ古い車の話から、たまたまちょっと税金の話になりまして、皆さんのちょっとご意見もね、お聞きしたいという話が実はあります。今日ね、最初のテーマなんですけど、今日のテーマはですね、この話からちょっと言ってみたいと思います。さあ、今日の最初のテーマ、じゃあこれからいきますね。今日は、はい、今日の最初のテーマはですね、自動車税（かっこ県税）で軽自動車税（かっこ市税）ということで、はい、ございまして、はい、あ、榎本さんありがとうございます。じゃあとりあえずまだ2度ほどしかつないでないんですよね。はい、ですからしばらく、はい、触らないでおきます。榎本さん、沖縄来た時にまたよろしくお願いします。はい、今日はこの話をしてみたいと思うんですけど、実はこれね、たまたまちょっと古い軽自動車の話をしていてですね、ちょっとびっくりするような事実が、まあ、分かってきたということでございまして、実は沖縄の Y ナンバー、アメリカ人の、まあ、車、軍人軍属の車は Y ナンバーなんですよね。まあ、軽自動車は A ナンバーなんですけど、このアメリカ人が乗っている車の、いわゆる自動車税というのがですね、なんと日本国内の税制の5分の1、約5分の1に、はい、優遇されているという話でございます。まあ、これ私、安いというのは聞いていたんですけど、今回きちんとした一次資料を見つけてね、これはと思ったんですけどね。はい、まあ、どんな資料かと言いますと、こういった資料が実はございます。はい、2018年の、ね、自動車税一覧ということで書かれておりまして、はい、これ米軍のやつなんですけどね、はい、US マリンコープという海兵隊の資料なんですけど、ちょっとアップにしてみたいと思います。アップにするとこういう感じで英語で書いています。はい、まずね、4ナンバーおよび5ナンバーの普通乗用車は年額7500円、はい、7500円。それから、4500cc までの、3ナンバーの乗用車、はい、4500cc までです。 2000cc ではございません。 4500cc までの、乗用車3ナンバーは年額19000円。それから 4500cc を超える車には年額22000円。はい、それから特殊車両11ナンバーとかね、88ナンバー、はい、改造車は32000円ということで、これは日本の税金より高いような気がします。そして下の方、はい、ミニカーロードタックス、これは軽自動車なんですけど、この軽自動車は4ナンバー5ナンバーかかわらず3000円。はい、オートバイは 126cc を超えるオートバイは排気量にかかわらず年額1000円。それから 125cc 以下のいわゆる原動付き自転車と言われている車は500円ということでございまして、まあちょっとね、簡単に作ってみたんですけど、はい、こういう感じ。まあ小型自動車、はい、一律7500円、はい、軽自動車では3000円、はい、3ナンバー8ナンバーは基本的に19000円、 4500cc までですので、セルシオクラスの車乗ってもですね、日本国内では19000円で済むということでございます。まあ、オートバイの税金についてはちょっと私詳しくないんですけど、
125cc 以上の、オートバイについては年額1,000円、これって日本国内の、原動付き自転車の値段と一緒ぐらいなんですけどね、はい、125cc 以下の自動二輪は500円ということで、まあ、原付きバイクは500円ということなんですよね。まあ、なぜこんな優遇処置が取られているのかちょっと分かんない部分もあるんですけど、ちなみに私の元の差を、ね、ちょっとしたいと思いますけど、はい、これ日本人所有の1969年式 9400cc のシボレーなんですけどね、あ、カマロでしたかね、はい、毎年3度しか乗らないそうです。3度毎年3回しか道から走らさないって言ってたんですけど、その間はずっと車庫保管と、それが年間の自動車税の額が12万2,000円、はい、12万2,000円、それが米国人軍属所有の車になるとなんと22,000円ということで、約10万円の差が出てくるということで、まあ、ございます。下の方で括弧年式問わずというふうに私書いているんですけど、ここがね、私がちょっと納得いかない部分でも、すごいですね、 9400cc っていうとどんなエンジンなんだろうって、もちろん V8 だと思うんですけどね、相当でかいエンジンで、音もドロンドロンっていう感じのエンジンだと思いますけどね。まあ日本人が所有するのと Y ナンバーになるので年間10万円違うというのはちょっとね、そうですね、目玉役さん、そういう手もありますよね、はい。いやー、しかしね、この平成12年テレア監督先生出してはいるんですけどね、はい、カルガモさん、回答書の方が分かりましたらまたリンク貼ってください。で、実はこの年式を問わずというんですけど、実はこの日本国内ではですね、もういろんな面倒くさい税制になっております。これは軽自動車なんですけどね、軽自動車の場合なんですけど、これ初年度検査年月によって税金が変わるというおかしな税制が去年ですが出来上がってしまっています。例えば今年の時点では平成、はい、18年、はい、18年の3月以前の車だと、はい、この軽乗用車、今までは7200円だったのが1万2900円になっちゃってると。はい。いや、すごいですよ。平成18年。はい。平成18年です。これがね、平成18年っていうと、まだまだ現役でいっぱい走ってる車あると思うんですけど、多分車齢が13年からでしたかね。はい。それ超えちゃうと、どんなにね、程度が良くても、車が綺麗でも、値段が上がっちゃうということでございまして、いやー、これ本当に困ったもんだなと思いますよ。はい。まあ、皆さん普通乗ってるムーブとかね、タントとか、ワゴン R、はい、そういったものは、車齢が12年か13年超えますと、今まで7200円で済んでいたのが1万2900円と、いうことでございまして、今ね、榎本さん書いてるように、日本はオールドカー所有者に厳しい。フミウさんおっしゃる通り、古いものを大切にすると損をするんだなと、まさにその通りでございますが、今度逆に、年式の新しい車ですね。新しい車はまたいろいろ細分化されておりまして、まあ、そういった中で同じ軽自動車でもですね、この電気自動車とかになりますと、年間の自動車税が2700円、2700円です。はい、2700円。そして、そうですね、あと電気自動車じゃない車でも、
5400円とかね、かなりやっぱり安くなってる、いわゆるエコカー減税みたいなものでございまして、このように、新しい車はエコだということで、自動車税が軽減され、逆に古い車にその分が上乗せをされてるっていうことございまして、まあ、そこで私がね、これある方に提案をしている途中なんですけど、沖縄っていうのは皆さんご存知の通り離島県です。離島県で鉄道がありません。現在ね、鉄道がなくてどこに行くのも車を使わないといけません。はい。そして、まあ、当然離島県でございますから、台風もそっちゅう来ます。はい、台風も来ますよ。ですから新車なんか乗ってたらね、すぐっていうかもう結構ね、劣化が早いんですよ。ですから今の軽自動車っていうのは新車でだいたいワゴン R とか、はい、あと担当クラスだと140か150万ぐらいします。はい、150万ぐらいするんです。高いのになるとね、ホンダの、N ワゴンでした、 N ボックスかな、これ去年見た私の、ね、見た値段では200万近くいくんですよね。ですからそういった高い車を買うよりは 4,50 万のね中古車でいいっていうことで、結構沖縄は中古車天国ということで、まあ、来た方は分かると思いますけど、宜野湾には中古車街道と、はい、中古車街道というね通りがありまして、両側に中古車屋さんがもう何百軒と連なっているということでございまして、まあ、そういったことを見ると、まあ、沖縄の、ね、自動車っていうのは結構中古車の比率が、まあ、高いということになります。ですからあえてね、新車買って錆びつかすよりは別に中古でね大事に乗ればいいやと思ってる人いっぱいいますし、また県民所得去年もやっぱり最下位でしたね。確か資料で126万ぐらい、前に比べると10万ぐらい上がってるんですけど、それでも全国最下位ということで、まあ、そういった中で新車の値段は全国一律ですんでね、やっぱり新車には手が届かない、どうしてでも中古車ということになっちゃいます。でもこの中古車、はい、本土から入ってくる中古車がほとんど多いんですけど、結構程度がいいんですよ。ですから沖縄に持ってきても、きちんと錆止めをします。まあ、沖縄の場合には必ずと言っていいほどアンダーコート、グリスコートやります。塩害がやっぱり怖いですからね。そうしますとね、新車と変わらないぐらい持つんです。はい、あ、桜井さんどうもこんばんは、んこでございます。持つんで、強いてまで新車は買わなくていいっていう人たちがやっぱり多い。だって新車なんてね、安くても120万、高いのだと200万、軽自動車、乗用車だともう250万から300万ぐらいしますからね。はい、まあ、実は目玉役さん、今沖縄もしかしたら本土より高いかもとあります。実は高いんですよ。特に私鈴木にいたんですけど、鈴木ですね、よくね鈴木アルト全国統一価格47万円なんて言ってましたよね。初期のアルトです、2サイクルの赤いアルト47万円で一世風靡したんですけど、あれって沖縄で買おうが東京で買おうが車両本体価格一緒なんですよ。はい、ところがね、これからくりがありまして、沖縄に送るときには、はい、この船の、ね、輸送費がですね、だいたい1台あたり4万から5万ぐらい計算されています。ということは沖縄の場合は全国統一価格にもかかわらずね、本来であればこの4万ぐらいは上乗せしないといけないんですけど、統一価格っていうことで上乗せができないと。じゃあどうするかというと、お客様への値引きに影響してきます。
ですから同じ軽自動車でも本土で買うとですね10万ぐらいはざらに値引きできるのが沖縄では3万とか4万になっちゃうんですよ。はい。まあこれ代理店なんかになると仕切り価格なんかでもだいぶ違ってくるんですけど、本当に 4、5万値引きしてあげると代理店には1万ぐらいしか残らない。はい、1万ぐらいしか残らない。だからね、自動車販売店は強いてまで新車売るよりは利益の大きい中古車をね売るところもやっぱり多いです。はい、ですから沖縄の中古車天国というところは、まあ、こういったところも一つの要因になっているんですが、はい、ただね、やっぱり中古車っていうことは年式がやっぱり古い車がいっぱいあるんですよね。今平成18年型ということで話がありますけど、この平成18年型以前の車って沖縄で軽も乗用車もいっぱい走ってるんですよ。走ってる。特にね、もう離島とか行ったらね、これいつの車だろうかっていうのがもうサビだらけになってもね、一生懸命走っているんですよ。まあそういった方々っていうのは、ね、好きで乗ってるんじゃなくて、やっぱり買い替えする、やっぱりそういった余裕もないし、まあ、古い車でも、ね、ちゃんと手入れすれば走ってくれるからということで、本当にある意味でエコな乗り方をしている方々が多いんですけど、なぜかそういった方々に対しての、税金がねドーンと上がっちゃうということで、本当にこれはびっくりしてしまいます。さて、これあるとね届いた、まあ、軽自動車の納付書なんですけど、もともとは7200円、もともとは7200円の軽自動車税だったのが、なんと今年から1万2900円に上がったということでございまして、1万2900円ですよ皆さん。そう、南川内の端っこさん、私これ弱い者いじめだというふうに思っております。はい、だからね、これ米軍に対してやっぱりいわゆる思いやり、あ、コシさんこんばんは、ごでございます。ですからこれ米軍に対してですよ皆さん、このように日本国政府が思いやりということで、このようなね優遇税制を取れると。はい、いやこれ南川内さん、トランプさんのずっと前からそうです。はい、ずっと前です。はい、ダイハツアトレを8万キロ40万で購入して13万まで走ったということでございますね。はい、私も古い車持ってるんでちょっと気になります。まあ、このような税制が、まあ、アメリカ駐留してるアメリカ軍とそのね家族軍属の方に適用できるんであれば、ここで私の提案なんですけど、基地のね過重負担、はい、よく政府は言います、基地にはね、沖縄には基地の過重負担をしていただいていると、政府の方々はよくおっしゃいますけど、はい、よくおっしゃいますけどね、私が思うには過重負担だというんであれば、目に見える部分でのやはり優遇処置というのを私必要だと思うんですよね。例えば自動車税をね、このアメリカの軍人軍属並みにするなとは言いません。ただね、沖縄県においてはいわゆる自動車が、まあ、移動手段のメインであるということと、基地の、ね、基地をやはり負担させているという観点から、この自動車税の重加算税分は課税をしないと。はい、自動車税の、ね、重加算税を、ね、しないということがあってもいいんじゃないですか。今ポルポルさんからいい提案があります。これ自衛隊員にも、ね、米軍と同じ扱いしたらどうでしょう。いやこれポルポルさんの提案、私本当に素晴らしいと思いますよ。だって同じように、ね、沖縄に駐屯してこの沖縄を守ってるわけですから、これね
今ポルポルさん、新しいアイデアです。これ提案しときます。はい、自衛官の方にもね、こういった米軍人と同じようなね、優遇をしてあげてもいいと思いますよ、正直言って。だから私は沖縄の一般の県民に対して米軍並みの優遇をしろとは言いません。ただ謝礼がですね、12、3年を超えて自動車税がべらぼうにボンと上がるような、そういったものは、沖縄の特殊事情を鑑みて、その重加算税を、やらないと。はい、重加算税を沖縄の、ね、沖縄ナンバーの車には課さないで、従来の税金でやるというようなことは皆さんいかがでしょうかね。はい、私はこれね、ありだと思うんですよ。だってね、思いやり予算というのは、これはもう左翼の造語ですけどね、基本的にその米軍に対してのものなんですけど、その基地を引き受けている我々沖縄県民にとって、確かに優遇税制とかね、ガソリン税の軽減税率とか、酒税の軽減税率とか、年間3000億円を超える一括交付金とかっていうのはあるんです。ところがですよ、はい、我々一般庶民にこれだけのね、一括交付金が沖縄に投下されてるという実質的な豊かさっていうのは全く感じられないわけなんですよね。そういった中で、今話にも出ていましたけど、田舎のね、おじいちゃんなんか、本当に古い軽自動車にね、野菜を乗っけてトコ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 走っているんですよ。ね、本当に古い軽自動車ですよ、軽トラック。そういった人たちにまでやっぱり課税してしまうっていうのはいかがなものかというふうに私思うんですよね。だから基本的にこの重加算税っていうのは、私はこれは悪法だと思ってますし、まずね、この沖縄県民に対して基地をね、過重負担させてるという、そういった思いがあるのであれば、せめてね、安くしろではありません。沖縄ナンバーへのこういった重加算税は免除すると、従来の税金で構いませんよっていうことをね、私やってもいいと思うんですよ。ね、この米軍車両、例えば普通乗用車ね、7500円ですよ。例えば 2500cc のマーク2とか乗ってたら、日本じゃいくら取られても4万5000円ぐらい取られると思いますけどね。それ1万9000円、7500円で済んじゃうわけです。7500円で。そして燃料も基地内で入れますんで、いわゆるガソリン税もかからないですよね。ですから、こういったことをね、まかり通せるんであれば、沖縄県のね、そういった基地負担などを鑑みて、沖縄ナンバーの車というのは、重加算税をね、免除すると。はい、将来的には私、このね、重加算税っていうのは廃止した方がいいと思ってます。重加算税、こんなね、悪法ないですよ。ね、金がなくて古い車しか乗れない人はね、もっと税金払えと言ってね、貧乏人から絞り取るような話なんですよ。そうですね、カルガモさん、特区制度をね、有効活用しようよ、沖縄県庁の人たちと。いや、人たちはもうね、裕福ですし、一括交付金の恩恵に預かってね、バカバカしくて、古い車なんか乗ってる人なんか誰もいないですよ。だから庶民の気持ちが分かることをね、やっていただきたい。そうです、目玉焼きさん、沖縄だけではなく、このシステムは撤回すべき、私もそう思っています。ですから、この件につきましては、私はきちんとね、ある方に提案を出しました。今日提案を出しました。このように貧乏人がもっと苦しむような税制はまずなくすべきであり、特にね、この沖縄、はい、基地の過重負担をしていると言われている沖縄に対して、米軍のみならず県民に対して政府は思いやりをね、やはり寄せるべきであると。金をくれではないんですと。過重負担、ね、重加算税をね、免除する、それだけでいいんですよということを提案申し上げております。もしこれが通ればですよ、これをきっかけに
全国でどん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 そういったものがなくなっていく。例えば営業車とか、はい、営業ナンバー、はい、タクシーなんかもそうですよね。私の知ってる会社ではタクシー14、15年なのそのまま使ってますよ。皆さん知らないと思うんですけど、タクシーの自賠責なんか高いですよ。びっくりするぐらい。営業ナンバーの旅客運送の自賠責の値段、本当にっていうような値段しますからね。まあそういった部分もやっぱり軽減されますし、あと農家とかね、そういった方々のいわゆる事業に使ってる車もやっぱり減免をするとか、年間走行距離、例えばもう年間5000キロ以内の車は重加算税を課さないとか、そういったことをねどんどんやってほしいし、最終的にはですよ、このね悪法そのものをやっぱりなくす方向でね行くと。そして日本古来のものを大切にする文化っていうのをね、私はもっともっとね世界に広くやはり誇るべき、ね、文化として発信できるような体制を作るべきだと私は思っています。皆さんはお考えいかがでございましょうかね。まあ、新車のエコカーについてのね優遇税制はそれはそれで構わない。でもね仕方なくねもう古い車乗らざるを得ない人たちもいっぱいいますし、好きで乗ってる人も年間走行距離ね2、300キロの人たちもいるんです、ね、日本のねこの大切な財産である、いわゆる昔は円数って言ったんですけど、そういったレトロな車、ダルマセリカとか、ね、27レビンとか、はい、KP47 とかね、パプリカ、トヨタ 2000GT とかいっぱいあるんですよ、はい、ですからそういったね日本のね宝である車がどん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 この日本国内から走ることは、いかにねこの日本の車の質が世界に誇れるものかっていうのを如実に表すバロメーターにもなると思うんですよね。ですからこういった部分についてね今後やっぱり政治家の方々にはどん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 やはり訴えていかないといけないなというふうに思いますし、物を大切にする文化がこのように、ね、税制によってね目を摘み取られていくっていうのは私にとっては非常に痛い。そして沖縄のように所得が低くて新車が買えないような地域、それも鉄道もなく車で移動するしかないような地域の人たちがなんで高い負担をしないといけないのかと、そういった部分についてきちんとねやはり沖縄県民に対して思いやりをという部分で私は強くこれは訴えていきたいと思っております。はい、ということで今日はちょっと税金の話ばっかりなっちゃったんですけどね。そうですね、中古車の25年ルール、 GTR の旧型なんかアメリカで大人気ですし、日本の軽トラもアメリカで人気があるみたいですよね。はい、いやすごいじゃないですか。まあ、それだけ日本車が性能がいいしね、はい、質も高いということなんですよ。それがなんでその生産国の日本国内でこんな冷遇されないといけないのかっていうのが、私はやっぱり元ディーラーの人間として古い車が大好きなマニアの一人としてね、やっぱりこの部分についてはこれは違うっていうことをやっぱり声高に訴えさせていただく。そしてね、まあ、沖縄に住んでる人間としてこういった部分こそやはり負担軽減、はい、目に見える負担軽減としてね、やはり基地を負担しているからには何らかのやっぱり軽減策をということで、本当にこの一括交付金のような目に見えないものではなくて、一部の人たちにだけ行き渡るものではなくて、沖縄県民みんなにね広く平等に行き渡るようなこういった税制でね、やっぱり思いやりをね沖縄県民に、はい、向けていただきたいなと私は思っております。さて、22時からは皆さんお待ちかねの HK チャンネルことワンヌウムイ、まあ、今日はどんな格好をしてくるのかまだ現れておりません。今35分ですのであと20分しないと多分来ないと思いますね、高さん。そうですね、ちょうど今35分ですね。あと20分ですよね、早くても10分前ですよね彼は。
多分今日も超怪しい格好で来ると思いますんでね、皆さんのまた、生温かい励ましのメッセージお待ちしております。 できるだけあのコメントは読むように彼に伝えときますんでね。でも彼あの放送中なんか他のものを見てるね、高橋さんね。彼あの彼のスマホに一度のキム・ジョンウン総書記の写真が写ったことあったんですけど、彼生放送中にキャス見てない可能性があるんでね、皆さん。はい、だってコメントに言及しないんですから、多分何か他のものにご就寝だと思いますが、さて一体何なんでしょうね。今日はその正体がバレるかな。はい、またタカさんがちらっと覗いてみて、もしかして男の子サイトとかだったら大爆笑だと思うんですが、さあ今日はどんなお話が出るのか、楽しみにしていただきたいと思います。なお今日の地上波では沖縄のメディア、あの新聞、テレビ、ラジオが一切取り上げないあの話題を、はい、沖縄の新聞、テレビ、ラジオが一切何一つ取り上げていないあの話題、はい、今フラッシュですごい沸騰中ですけど、その話題を全文皆様にご紹介させていただきます。はい、多分これを報道するのは沖縄でうちらの番組ぐらいじゃないかと思いますが、ぜひ今夜はまた楽しみにしていただきたいと思います。では22時からまた放送再開させていただきます。よろしくお願いいたします。